ジネスもレシピが分かってますか？ビジネスのレシピっていうと何かを作って人を集めて、小山さん、小山さん、はい、何でしょう。ビジネスをする上で利益を上げることが大事ってのは分かったんですけど、上げたい、どうやって上げるのかなっていうのは分からなくて、売上ってどうやって立てればいいんですかね。皆さんで言うと売上はカレーだとしましょう。ちょっとイメージついたでしょ。カレーは、はい、カレーどうやって作ります？レシピを、あ、いいね。レシピを調べたいね。カレーのルーがいる、じゃがいも、人参、お肉がいる、まあ、人によっては好きだったらセロリ入れるとか、いろいろありますよね、はい、いろんなレシピあるだろうと。ビジネスも一緒じゃないか、いろんなレシピあるんじゃない、はい、それが分かったね。じゃ次どうする、はい、そしたら材料を買いに行く、買いに行くよね。間違ってもユニクロにはいかないですよね。そうですね、おそらくスーパーでしょうね。どうする、はいはい、次お野菜買ってきて、お肉も買ってきたよ、調理しますね。あ、いいね、はい、まあ、最近だってクックパッドとかもありますもんね。ありますね。で調理も見てみる。でどうする、次できた、できました、食べます、食べてみる。ちょっとコクがないな、はい、どうする次、ちょっとあの味加えます、蜂蜜入れてみようか、お鍋もっといいの買ったらいいんじゃないかとか、ガスより IH だなとなるじゃないですか。改善ができるじゃないですか。なります。じゃ次2回目どうします、じゃ結果を回すだけ、回すだけですよね、はい、結構似てて、じゃビジネスもまずレシピが分かってますかと。ビジネスのレシピっていうと何かを作って人を集めて売るだけじゃないですか。コンビニのおにぎり、おにぎり仕入れて人を入店してもらってレジでピッ終わり、売り上げですよ。僕会計士、勉強する、会計税務サービスやります、セミナーします、いっぱい来てください、100人来てくれた、じゃあ10人、あ、小山さんよかった、ちょっと事務所行っていいですか、いいですよ、じゃあ契約書これです、ポン、一緒ですね。保険の営業マン、保険っていう商品がある、生命保険がある、人にめちゃめちゃアポ切って会いまくって、はい、でなんとかクロージングする、頑張る、売り上げじゃないですか。レシピというのは商品作って人集めて売るっていうのが分かったので、うん、あとはじゃあどこに行きますかとか、じゃあ次どうやって改善していきますかなんて、これ回していけば分かるじゃないですか。そうですね。じゃあ皆さんで言うとカレーを作りたいっていうのが、まずレシピを知ってもらったらいいっていうところで、僕今レシピを言いました。なるほど。商品作って人集めて売るだけ、これがレシピ。じゃあ商品ってどういうのがいいかなとか、集客ってどういうのがいいのかなとか、営業ってどういうのがいいのかなっていうのは、もういろんなやり方ありますから、改善していけばいいんじゃないですか。今回は Facebook でアポイント取ってみたけど、あ、やっぱちょっと Facebook より Twitter だなとか、はい、その改善はいろいろできるじゃないですか。でも基本的にはレシピっていうのはこういう感じ。抽象化するとユニクロでもソフトバンクでも商品作って人集めて売ってるだけ。やってみてってこと。そう。ただなんで多くの皆さんがやってないかっていうと、はい、まずそもそも日本の教育がどちらかというと、売るより売られる側、書くより読む側、話すより聞く側の教育なので、はい、そういったところの練習からなので、別にできてないことが悪いことじゃなくて、社会の仕組みですからね。皆さんサラリーマンになると税の方が多いですから、もう 90% 以上って言われてますからね、はい、そういう社会ですから。レシピを今知ってみたので、子供の時の遊びと一緒ですよ、うん、なんか作ってみて友達に見せてみるのと一緒で、なんか作ってみて人にちょっと売ってみる、何のジャンルでもいいので、はい、まあ、一回やっていくっていうのが第一歩なんじゃないかなと思います。これができたら自分でやり続けるのか、人に教えて人と一緒にやるのか、組織ね大きくしていくのかとか、どん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 ステージはね変わっていきますから、まず一歩はやったことがないはずなので、今レシピは教えましたから、次やってみる。で次は試行錯誤が待ってますから、はい、でもそれをやり抜けばいいだけですよ。非常に簡単。とりあえずやってみて改善していくと。もちろんいろいろ調べたいなと思う。ああ、いいですね、大事ですよ。それもある程度分かった段階でまずやってみなきゃ、調べて分かることっていう上限値って決まってると思ってて、自転車も見てね、欲しいな乗りたいなと思うじゃないですか、はい、で自転車をずっとにらめっこしてても、あ、補助輪ってあるんだとか、ブレーキってここについてるんだと思っても絶対乗れないじゃないですか。自転車っていうのが分かれば、ここに漕ぐんだねって分かれば乗ってみればいいし、それこそ最初ね、親御さんなのかね、補助輪なのかどう、後ろを押してもらって乗れるようになると思うので、やっぱりやってみないと伸びしろって限られてるなと思いますね。いくらそこからチャリンコを見てても絶対乗れるようにならないですからね。小山さんも会社員から起業されてっていうそのフェーズあったと思うんですけど、小さく始めてブラッシュアップしてたって、当たり前じゃないですか。これで言っててやらなかったらサイコパスすぎでしょ。そうです。僕も社会人ね、サラリーマンも大手の監査法人でファーストキャリア入りましたから、はい、もちろん自分の商品なんか作ったことなかったし、自分で集客なんかしたことなかったし、自分で営業なんかしたこともないと、契約書なんか持ってないと、ところからもちろん僕も本当に勉強してやりましたんで、自信を持って言うのがだから早かったんですよ。なるほど。僕すぐやってみたんで、でめちゃめちゃあの改善してステージチェンジをしていく、まあ本当に意識的にやってきたので、体験を今お話してます。論より証拠、インプットよりアウトプットっていうのを優先してやってみてほしいなと思います。多くの人間が、まあ、ビジネスできてるわけじゃないですか。9割がサラリーマンですけど、1割は経営者というか個人事業主だったりする中で、はい、普通の人間ができてるんですから、皆さんの隣にいるような人がやってるわけですから、うん、その人にできて自分にできないはずが全くないですね。ベーシックなところっていうのは人間同じですから、もうやるかやらないか、気づくか気づかないか、特殊な能力があるとか天性のなんか才能がいるとか全くないんで、ぜひやってください。
田山さんが最初に売り上げ上げられたお話を聞きたいんですけど、うん、どんなことされて、どんな失敗も経てみたいな。結論失敗はなかったんですよ。で失敗の定義がそもそも多分人によって違うんですけ ど失敗っていうのは諦めて撤退した時だと思ってて、はい、僕はだから売り上げ上げるまでやめなかったので結局だから失敗がなかったんですけど、うん、人から言われたら失敗だろっていうのはたくさんあるはずです。10人に会って9人にしか制約してないじゃないかと、その1人は失敗なんじゃないかと言われるかもしれませんけど、はいはい、僕からしたら全然それは失敗じゃないと思ってる誤差はあるかもしれない。起業したのが2014年7月なんですね。それまではずっとあの監査法人で本当に勤めてたんですけど、はい、僕退職届出したのが2014年3月なんですよ。退職3ヶ月前とかに退職届を出してやっと3ヶ月後にね辞めるみたいな実務になってたりするので、はい、僕はその3ヶ月の間にインプットをめちゃめちゃしたんですよ。めちゃめちゃ人に会ったし、めちゃめちゃ本読んだし、めちゃめちゃセミナーとかもウェブで今受けられたりしますからね。 YouTube もありますし、いろいろ見て、で2ヶ月目にはセミナーね、ホワイトボード家に買ってきてですね、話す練習したりとか、で3ヶ月目にはもういろんな人に僕もう来月に開業するんですよっていう感じのことをずっと話してて、でも7月には僕だから実際もう受注できてたんですよ。3月に事業出して4、5、6月もサラリーマンなわけなんですけど、はい、ある意味もう僕はスタートダッシュを決めてた。営業活動はしないんだけど見込み客をたくさん開拓してた。だから7月1日にはもう部長お客様もいたし、はい、ありがたいことに顧問先何十社といてくれる状態で、その第一ステージはだからそんぐらいのスピードで駆け抜けてしまって、ですぐに人を雇用したりとか教育したり、事務所もビルを借りたりとかステージをどんどん変えていったっていうか、でもそんぐらいできるんですよ。僕も本当に何の変哲もないそこに座ってた一人なんですから、で、できるんですよ。気づくか気づかないか、やるかやらないか、うん、全然できますよ。なるほど、ありがとうございます、うん、ちょっとまあ論理的な売り上げの立て方と、うん、まあ、とりあえず早くやってみるという、そう、はい、まずはレシピですよ。教えてくれないですからこの義務教育では。まずはレシピを知って、うん、もっと詳しくね、聞きたい人はコンサルティングを受けたりとか、そういった企業の先輩を見つけて、その聞くっていうのはもう一定の段階で卒業しないと、うん、ピュラーロジックがあっても実践しないと意味ないですから、うん、ぜひ Do ですね。わかりました、ありがとうございます。はい、応援してます。チャンネル登録、ツイッターのシェアお願いします。ではバイバイ。